脊椎動物の体を支える骨格、人間は200個ほどの骨を持っています。さて、今回はある骨についてクイズ形式で解説していきます。どうぞお楽しみください。どどん。はい、というわけで、骨クイズやっていきたいと思います。早速なんですけれども、今回のお題となる骨が出ているのですが、なんか、この骨美味しそうですわね。形が確かに、サクッとしてそうですね。そう、あのチキン食べたくなるわね。あ、わかるわね。どこの何の骨なんだろう、全然わかんない、骨クイズ第1弾としては、まぁ、ちょっと特殊な骨を実は持ってきてしまったんだけど、特殊なんだけどちょっと有名な骨といえば有名な骨かなーみたいなものなんですよね。2人が言ってくれたコメントの中にも多分ちょっとヒントがあるかなっていうふうに思う。美味しそう？あ、そう、サクッとしてる？そう美味しそうとかサクッとしてそうみたいなのって、骨の形の印象から出てるコメントだと思うんだよね。先の方がまん丸になってて、そこら辺が美味しそうだったりサクッと身とかがこう あるある、なるほど、そうなのかなっていうふうに私は思うんだけど、ですね、そこがあの確かにポイントの一つです。手足の骨ってやっぱりさ、そういう細長い骨ってあるなっていうふうになんとなくイメージつくじゃない、でもその手足の骨っていうのは絶対に両側の部分っていうのがお隣の骨と関節してるはずなんだよね。そうなので、必ず関節面って言われるなんか滑車みたいな構造が必ずついてるはずなの。あ、確かに言われてみればそうですね。そうそう。なんだけど、この骨っていうのは実は両側にその関節する部分っていうのがないっていうのがまず一つのポイントかな。ないね。そうなんです。なんかあれなんかな、鳥的なやつとかなんかな、これって。そうだよね。そう。あの、まず、あの、どういう動物の骨なのかっていうのもちょっと気になるところだと思います。それを踏まえた上で、次のスライド行ってみます。まずですね、あの、骨を見るときのポイントをちょっとですね、あの、先に解説していきたいなっていうふうに思うんですけど、まず一番最初に見るのが、その骨って左右対称かなっていう部分をまず私は見てます。なるほど。そう。逆に、今度は、左右が対称じゃない骨っていうのもやっぱりありまして、まあそれは何かっていうと、手とか足とかの骨っていう風になってくる感じなんですね。大腿骨とかを見てもらうとわかるんですけど、腰のところにカポってはまる関節面みたいなところがあって、でなんかこうそこからこう下にこうなんかニューンってこう伸びていって、あのまあ膝、脛骨とあの関節する部分があってっていう作りになってるんですけど、複雑な関節の動きっていうのを再現するために、左右対称の形じゃなくって、あの左右非対称のちょっと複雑な形っていうのをしてる感じになるんですね。これを踏まえた上でもう一回骨を見ていただきたいなというふうに思います、これは背骨と頭蓋骨は外れたってこと。いや、でもその考察は大事ですよ、これは。つまりということだわ。ということですわね。名推理よ。そう、名推理だと思う、ね、この人一人しかいないわ。一本しかないわ。本当ね。で、ね、まあなんか、マオルさんが言ってたみたいに、なんかカポって入るところはないわね。それで。このあたりでヒントをちょっとずつ出していきたいなっていうふうに。出して、全然わかんない。出して、めっちゃ出して。ヒント。このですね、骨を持っているのは、哺乳類です。哺乳類です。ヒントもう一個は、人間にはない、犬にはある。犬にはある。え、尻尾？尻尾ぽ。あれ？尻尾ぽ。尻尾ぽ。なんでしょうね。あれ？あれ？そう。ですね。シエリは持ってんじゃんね、尻尾。おそらく、チエリは持ってないし、アヤネも持ってない。ないの？これは、マウルは？マウルもないね。犬しかない。犬はある。あと、他にも、哺乳類の中には持っているものもいる。リスはあるんだけど、チエリはない。男子と女子とかって関係あったりする。お、いいところに気がつきましたね。あ、なんか？もう、ほぼほぼ、わかったのでは？ほぼほぼわかったのでは？それは、はい、じゃあそろそろ答え言ってみましょう。だんだん。というわけで、まあちょっとですね、今まで情報をまとめてみますと、まずその左右対称か非対称か、ポイントの2としては、どこに関節がついているのか、関節面っていうのを探すっていうのも一つのポイントです。ただ、この問題に出した骨っていうのがかなり特殊な骨でして、今言ったポイント1と2のうち、まずポイント2の部分、関節面を見るっていうのがまず使えません。なぜなら、この骨はどの骨とも関節していないからです。骨って、その成り立ちにいろんな種類があって、発生の段階でどこから発生するの
のかによっていくつかの種類に分けることができます。うん、この骨は実は筋肉の中に埋まった状態であるんですね、はい、通常は。はい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 。で、関節はしていないというふうなこう状態になっているわけです。うん、あと、まあ、左右対称性というところについては、一応左右対称です。一応。うん。そう。なんだけど、いわゆる背骨とか頭っていう、ところ以外の、まあ、体の中心にあるっていうふうな、ものになりますね。ここら辺を総合した上で、答えは、バピュラム陰茎骨、というのが答えでした。いやいやいや、なるほど、なるほど。なんとなく感じ取ったけど、ちょっと言葉に出せなかったわね。うん、ごめんね。私たちにはないわねっていう感じでしたね。うん、そう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 。陰茎骨というですね、骨が実は、哺乳類のある種類にはあります。哺乳類の中でも、例えば割と原始的な種類、炭鉱類とか、有袋類とか、原始的な種類の哺乳類にはなくて、うん、まあもうちょっと進化的な哺乳類になってくると、この陰茎骨っていうのが出てくるんですね。綿棒サイズって言ったらどういう動物なんですか？綿棒サイズ。あ、うん、ありますあります。小さいやつも結構あって、例えば、うん、そうだな、アライグマとかはすごく小さいし、うんうんうん、確かですね、リスとかもあったはずだし、コウモリとかもあるんですね。あるのか知らなかったな。うん、そうそうそう。綿棒として殴るやつって どれぐらいですか？綿棒サイズって。あ、そうだよ、ごめんごめん。あ、大きいやつね。大きいやつはね、ごめんごめん。あれはね、ゾウアザラシです。ああ、うん、哺乳類の化石とかを扱ってる人にとっては、これはすごく大事な部品の一つで、これが基本的にこう出てくれば、うん、その哺乳類がオスだっていうのがはっきり言えるわけ。ああ、なるほど。オスですね、うんうん。化石の動物のそういうオスメスっていうのを判断するのは実はすごく難しいことだから、うん、これは本当に大事な手がかりなんだよね。っていう感じの私の推し骨の一つであるバキュラについてでした。面白かった。めちゃくちゃ面白い。またやってね。これめちゃくちゃ面白いわ。はい、うん、場所が場所のせいですごい下ネタ飛ばしたくてたまんなくて。わかる。わかる。わかる。もうなんか、もう喉の先端ぐらいまで出てる下ネタが。やばい。配信だから配信だからね。飛び返そうな下ネタを自制しているわ。自制してる。私も自制してる。もうと、あ、ごめんごめん。我慢させてしまってごめんごめん。もう、バキュラムの話なんかしちゃってごめんごめん。というわけで。最高、最高でした。はい。です。はい。そうですね。なかなか面白いトピックなので、ちょっとお話しさせてもらいました。ドゥンドゥンドゥン。というわけで、今回のテーマは陰茎骨、バキュラムについてでした。また次回をお楽しみに。ネアンデルタール人といえば、最も有名な古代人類の一つであり、人類進化の謎を解く重要な存在です。彼らの興味深い歴史を紐解いていきましょう。こちらをご覧ください。ババン。はい。どれどれ？というわけで、人類の進化というものがですね、こちらに表されております。まあ一直線じゃないんだけど、出てきた順番にこう並べてみるとこんな感じかな、みたいな感じで。全部名前があったんだね。いわゆるそのチンパンジーみたいな類人猿から始まって、猿人って言われる直立二足歩行とかを始めるような人たちが出てきて、で、そこから初期猿人っていうふうにこう言われるものが出てきて、で、そこから原人、旧人、新人、ホモサピっていう風な、まあ大体の流れはこんな感じでいいのかなっていう風に思います。はい。そうそう。いっぱい名前書いてあるよね。なんじゃなんじゃみたいな感じ。あるある。でもなんか、図だけ見るとさ、結構アウスタロピテクスあたりからこう、棍棒とこう、携えたりしてさ、道具を使い始めてんだね。構えてなってるね。そうだ。あ、でもね、ちょっとこれ、なんか使ってる図が、本当になんか棍棒とかを使っていたかどうか、ちょっとこれは検証されていません。イメージ図と思って。ケージはね、ホモエレクトゥスあたりが好き。ホモエレクトゥスあたりが好き。なぜ？ちっちゃくて可愛い。ちっちゃくて、あ、まあでも確かに。そうだね。結構ちっちゃい人類とかっていうのもいっぱい出てくるんだよね。はい。はい。どうぞ。フロレンス原人っていうちっちゃい人類がいるよという話です。あ、はいはい。います、います。ホモエレクトゥスとかのあたりですね。なんでちっちゃいかっていうと、島嶼化といって島に住んでた影響で小さかったんじゃないかっていうふうな話が確か出てたと思います。インドネシアのフローレス島に住んでるっていうふうなものだったと思うんですが、あ、本当だ。うんうんうん。なんかとにかくいっぱいいます。ホビット的ぐらいの大きさやって書いてある。あ、そうそうそう、そうなんですよ。めちゃめちゃちっちゃい。書いてあるね。なんか。そう。
そう、これね、あの上野の国立科学博物館に行くと、その生体復元の模型が置いてあるんですけど、うん、ちっちゃいっていう感じ、本当に、うん、あ、見たい、見に行こうかな、うん、うん、いいね、いいね、うん、でね、私さ、その恐竜の人だからよ、どうしてもこの恐竜の方から話をしないと、ね、人類の方にたどり着けないように気にかかっててね、なんか、うん、なので、ちょっとこちらの次のスライドをご覧ください。この新生代っていうところの説明を入れさせていただきたいなという。新生代、うん、新生代っていうのは今私たちが生きてるこの時代のことも含んでいるんですね。今我々は新生代という時代に生きております。恐竜とかが生きてたのが、まあ、中生代というふうにこう言われている時代なわけですけれども、終わりを告げて新生代っていう時代に入っていって、哺乳類とかがバンバン進化していくみたいな感じの時代になってくるわけですよね、うん、6600万年前から現代まで続く時代なわけなんだけれども、期間がむっちゃ増えてる、ごめん、 7がちょっとですね、余計なんですが、6700万年間めっちゃ増えてる、7億になってるそうそう。で、なんでこの新生代の話を今しようとしてるかっていうと、古生物の話っていうのをするとき、私必ず地球環境の話っていうのを先にすることにしてるのね。どういう気候だったのか、どういう大陸配置だったのかっていうのが、古生物っていうのを考えるときにすごく大事だから、本当にざっとなんだけど、ちょっとだけこの新生代、恐竜が絶滅した後一体どんなことがあったのかっていうのをざっくりとだけ話していきたいなというふうに思っております。はい、うんうん、イエーイ。恐竜時代ってむちゃむちゃ暖かかったんですよ。ポカポカ、だいたいどこも。まず北極とか南極に基本的には氷がない、うん、もうね、爬虫類の皆さんも大変快適に過ごせていたという風な感じになってくるんだけれども、うん、みんなよく知られているように白亜紀の終わりのところで五大絶滅の一つである白亜紀の大絶滅っていうのが起きるんだよね。隕石の衝突によるものだろうという風に今のところ言われているんだけれども、それが起こった後に新生代という時代に入っていくわけでございます。そう、俺の時代が来るわけ。そういうこと、哺乳類の時代が来る。寒くなってね、寒くなって我々の時代が来るのか。そう、ところが、ところがね、うん、ポイントはね、この新生代っていう時代もまあまあ長いんですよ。6600万年間あるわけ。長えなー、うん、そう、まあまあ長い。恐竜時代が終わった直後っていうのはまだそれよりも先に比べるとちょっと暖かい。何度か温暖化があったというふうに呼ばれていて、新生代の初期のね、温暖化っていうのってむちゃむちゃ長いんだよ。短期間の20万年間の温暖化っていうのと、うん、どこが短期間だって感じなんだけど、うん、長い20万年間の温暖化と、その後数百万年に及ぶ長期間の温暖化っていうのが実はあった、うん、なので最初は結構暖かいっていう風な感じなんだよね。気候の変動とかもかなりありつつ、もう一つポイントとしては、特に古生代が顕著なんだけど、大陸がまあまあ一つにこうまとまっている時代なんだよね。それが中生代になってくると、まあ白亜紀とかに入ってくると、その大陸っていうのが結構ばらけてくるっていう風な感じになってきて、新生代っていうのはもうさらに現在と同じぐらいバラバラにばらけてくるっていう風なイメージ感なのですが、大陸の配置というのをちょっと見ていただきたいと思います。こちらをご覧ください。約5000万年前の地球の大陸配置という感じになっております。日本はどこ？日本そうですね。ちょっと間違い探ししてもらおうかな。チエリ、これさ、今の地球とどのあたりちょっと違うと思う？日本どうした？あ、でもそれもね、一つ。そう、日本どうしただよね。日本、まだ、この時代だとまだちょっとはっきりとは形作られてないかなぐらい。あとね、あとね、うんうん、アメリカ、うん。私はアメリカから南アメリカに歩いていけちゃいますよ。素晴らしい。素晴らしい。いいところに行け。もう素晴らしいですね、本当に。さすがチエリ。そうなんだよね。まだここっていうのが繋がっとるかなみたいな感じになってますね。なんとなく似た感じにはもうなってきてるんだけど、微妙に細かいとこが違うかなというのが、まあ、この新生代の初めの頃の大陸配置になってます。と2つ挙げるとしますと、少なくとも5000万年前の時代だとまだ南極に氷がない、北極にも氷がないっていう風なのがまず一つのポイントかな、うん、あとインドちゃんがまだアジアにたどり着いてないというところですね。恐竜時代っていうのは実は南極大陸ちゃんとオーストラリアちゃんとインド大陸ちゃん、そしてアフリカとか南米の大陸っていうのはですね、ゴンドワナ大陸っていう南半球の方で一つの大陸を作ってます。だから南の方に住んでる恐竜っていうのは実は近い種類のものっていうのが住んでるんだよね。そう、うん、さ、うん、ヨーロッパがなんか沈んでない？ヨーロッパ結構沈んだり浮いたりを結構複雑に繰り返しているイメージはある。うん、
この時代は氷が溶けてる状態なので今よりも水面は高いっていう考え方で基本的にはいいんじゃないかと思います。大陸がこう陸続きであるかないかみたいなのが、その生物の分布にすごく関わってくるんだよね。そう、まさにまさに、そう、まさにそんな感じでございます。ちょっと時代を進めてみましょう。というわけで、ぶっ飛びまして約4000万年ほど今ぶっ飛びまして1400万年前になりました。見てください。こういたしますと、インドちゃんがまず、インドしてません、ね、インドちゃん、そう、インドちゃんが南半球から走り抜けてアジア大陸にタッチダウンしてるところですね。ちなみになんだけど、このインド大陸ちゃん、そのアジア大陸に4000キロだっけな、なんか4000キロぐらいグググググググってこうなんか潜り込んできてて、ヒマラヤ山脈であったりとか、あとはチベット高原とかが出来上がるというふうな流れになっております。北極とか、なんか南極あたりがなんか白くなってきてますね、なんか。そうなんです。まあ、ここら辺の1400万年前とかになってくると、新世代もね、半分以上過ぎているところになるんですが、そうすると、もうだいぶ氷河期というか、寒い時代を迎えているというふうに。あららららら。次が一応最後になるんだけれども、これね、18000年前の、大陸配置というわけで、まあ、これ。見慣れた我々の世界。そうですね、見慣れた感じになりました、だいぶという感じでございますね。結構白いですね。白いですね。結構やっぱ比べてみるとだいぶ白いよね。ちょっとその一個前に戻ってもなんかだいぶこう白くなってますねっていう感じ。18000年前の、まあ、最後のあの氷河期というふうに言われているのがここの時代にありまして、まあ、その時代のやつなんですね。はい。まあ、なので今はもうちょっとこの氷もちろん後退している状態になっているわけです。18000年前というのと人類でいうとどこだったっけなーっていうのをちょっともう一回見てみますと、ホモサピさんはいますが、ネアンデルタール人とかはいなくなられているような気がするみたいな感じです。というわけでですね、まとめてみると、このあたりがポイントかなみたいなのが、まずはやっぱり4000万年前ぐらいにインド大陸ちゃんがアジア大陸ちゃんに壁ドンしてくるっていうのが一つですね。食い込んでいくスタイルね。食い込んでいくスタイル、だいぶ押し強いからね、インド大陸ちゃん。やばいよね。もう4000万年間ずっと食べ丼してると思うとなかなか熱いものを感じるわけなんですけども。熱い。うん。チーリーはね、インドちゃんのそういう情熱的なとこ嫌いじゃない。チーリーは好きそうだよね。そういうちょっと情熱的なところね。大陸配置、BL 関係図みたいなのが作れてしまいそうで怖いですが。連結とかね、いろいろあるから。やべえですね。はい。というわけで、ね、あとは2000万年前ぐらいに氷河期っていうのが訪れるようになりまして、その後ですね、氷河期っていうのと寒氷期っていう、まあ、寒くなくなる時期、温暖になる時期と寒くなる時期っていうのを繰り返していくことにこうなるよというふうなお話でした。この中で唯一日本が出てくるところはチバニアンなんですよね。だよね。そうそう。なんでチバニアンですか？これは時代の基準点っていう話になってくるんだけど、全世界でここの年代の地層っていうのはこういう名前で呼びますよっていうのが、まあ、最初に決められると、そこの見本になる土地っていうのが必ず一個決められるの。基準になる地層っていうところに、ゴールデンスパイクっていう風に呼ばれる金色の杭を打ち込むっていうのをするのね。ほう、はいはいはい、ゴールデンスパイク。そう、そう、ゴールデンスパイクっていうのが日本で唯一あるのが千葉県市原市にある千葉チバニアンの基準の地層になります。え、もうちょっと千葉見直した。チバニアンのさ、論争とか結構ニュースとかになってたと思うんだけど、なってた、なってた。全世界の標準の時代っていうのになるっていうのって多分日本で初めてのことだったんだよね。日本ってもともとプレートとプレートの境目にあるから、そういう昔の地層っていうのがすごくすごく残りづらい場所なわけ。ゴールデンスパイクがパーンって打たれたところの名前がつくみたいな。そうそうそう、基本的にはその通りで、だいたいそこの地名を取ってつけることが多いんじゃないかなっていうふうに思います。なるほどな。いつかは自分の森にゴールデンスパイクを打てる日が来るかもしれない。チエニアン。チエニアン。チエニアン。あ、チエニアンいいね。すごい。うん。ゴロはいい。ゴロはいいけど、どこに打てばいいんだ、これは。チエリに打つのがパーンみたいな。チエニアンいいの。チエリが生まれたところに、チエニアン打っとけばいいんじゃないのかな、なんか。ここで生まれたみたいな、パーンって言って。そう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 。それで、この、なんか、こう、並んでる表に名前を載せてる。なるほど。アカネチエニアンね。うん。アカネチエニアン。アカネチエニアン。メガラヤンの上に来るから。はい。じゃあですね、まあ、そんな感じで、まあ、新世代のところまでだいぶたどり着いてるんだけど、3つ分類があるんだけど、ちょっとだけここをお話しさせていただくね。はい、まず、この一番最初のところをご覧ください。こちらですね、はい、今週の授業資料をそのまま流用しております。第3位。ました。
古代三期、古代三期です。はい。ここは一番恐竜時代が終わってすぐっていうところになってくるから、一番ここの時代が哺乳類の放散と鳥類の進化っていうのがすっごい起こった時代。この時代は、まあまだやっぱり人類に類するようなものっていうのはもちろんまだ全然いない時代なんだよね。6500万年前から、まあ、2300万年前ぐらいの間という風な感じになってます。ここの古代三期も、まあ、初めの方は本当にあったかいんだけど、この真ん中あたりだね、おそらく、まあ、3400万年前のあたりで、まあ、やっぱりここからだんだん寒くなっていきますよという風な感じ。ちょっとここのさ、美味しそうな鳥ちゃんの話もちょっとだけ出すんだけど、チエリと並べると大体これぐらいの大きさっていうのを今ちょっと。でかいな、これ。でかい、でかいぞ、はい、こいつ。頂点捕食者に近いところにいたと言われているのが、このガストルニスくんです。よろしくお願いしまーす。ちなみにこのチエリはあれだよ。1.5 メートルバージョンのチエリだよ、みんな。うん、あ、そうね。うん、ちょっとね、大きめのね、フォームの方だね。人間フォルムチエリだよ、これは。そうですね、人間フォルムチエリの方を今ちょっと使わせていただいているわけ。というわけで、新大さんって言ってみましょう。2300万年前から、まあ、258万年前。だから、まあ、割と、最近の方までここでググイッとこう近づいてくるわけです。新大さん期の方では、今と主要な植物区分っていうのが、同じようなものっていうのが確立されてくるっていう風な感じになります。植物の時代ってことですね。そうですね。この新生代っていうのは、中生代と大きく違うのは、被子植物が、非常に繁栄する時代だっていうところですね。あとはここにもあるんだけど、寒くなることによって草原が広がるんだよね。寒くて乾燥して草原地帯っていうのが増えてくると、まあ、何が起こるかっていうと、その草原に生える植物っていうのが、まあ、世界的に結構繁栄してくることになりまして、草原に生える植物というと一体何なのでしょうか。はい、どうぞ。チエリさん、草。合ってるね。草だね。草です。草の中でも、まあ、イネ科植物っていうのが、ここで非常に繁栄しただろうというふうに言われております。イネ科植物っていうのが、いつ頃からあったのかっていうのは、まだちょっと実は議論があるところで、昔はその新世代からっていうふうに言われていたんだけど、今は、もしかするとそれが遡るかもしれないっていうふうに言ってる人もいるんだよね。少なくとも、世界的な大繁栄みたいなのをするのが、新世代に入ってからっていうのでいいんじゃないかな、という感じです。なるほどね。なんかさ、この右下におるさ、カバっぽいやつさ、うん、見たことあるんだけど。そうですね。このカバっぽいね。最近。そう、もしかすると、配信後半でも出てくるかもしれないんですけれども、この子がどんな子かというと、ババーン。ソフチュウ類くんですね。ソフチュウ類、ソフチュウ類、うん、あ、こいつは、うん。そう。いや、誰やねんって感じだと思うんですけどさ。誰やねん。うん、一瞬、おって感じが出たけど、うん、誰やねんみたいな。誰やねん。誰やろ。簡単に言うと、海辺に住んでる、カバっぽいような、海竜っぽいような、謎の絶滅哺乳類ですね。はい。こいつ有名人だ。いや、こいつ相当有名人だね。パレオパラドキシア。あとはデスモスチルスの方がどちらかというと有名かもしれないんだけど。なんかさ、うんうん。この時代の哺乳類めっちゃあれじゃん、ネーミングセンスいいじゃん。ゴロがいいよな、ゴロが。そうですね。もともと北米と、あとはなんかアジアだとやっぱり日本が一大産地として知られているものなんですよね。北海道と、あとはね、岐阜県とか、そっちの方で出てるのが非常に有名ですかね。歯がすごく特徴的で、海苔巻きを切ったやつを縦に2列で3本か4本並べてみてください。これが側柱類の歯です。食虫類ってこれ歯の形状の話ね。そういうこと、うん、この写真の口のところにあるもん、歯なんかな。そうです、そうです。奥歯のところが海苔巻き並べたみたいな感じになってます。なんかあれだね、うん、食べやすそうな歯だね。この人肉食なん、うん、この人は肉食ではおそらくはないって感じだね。よかった、じゃあ私は餌じゃないね。うん、まあわかんないけど、すごい気性荒かったかもしんないけど、食虫類みんななんかそういう海苔巻きっぽいような歯を持ってるんだよね。そうそう、はい、というところでですね、やっと来たよ、やっと人類の話に戻れます。ここまでなんで古代三期と新第三期っていう話をしたかっていうと、第四期っていう言われる時代がちょっと特殊なんだよね。実は第四期ってもともと一番最初に人類が出てきた時代を第四期の始まりにしようっていう風に言ってたんだよ。他の時代の区分っていうのはかなりはっきりと生物の層っていうのが変わるわけ。地質学的な証拠っていうのも揃ってる状態で、あ、もう本当にこことここは完全に分かれてるね、じゃあ分けようっていう風になる
るんだけど、第4期だけは人間の一番古いのが出てきたらそこが第4期の始まりやみたいなことを最初言ってたから、なんと1990年代とか2000年代っていうのは第4期がどん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 古くなっていたわけ、うん、あーそうか、あのこれぐらいやろ、ここまでしか見つかってないから、あれもっと古いやつ見つかった、もっと古いやつ見つかったって感じになって、なるほど、そう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 、うん、なので結構あの私子供の頃ね、あの混乱してた原因の一つはね、あのこう第4期変わりすぎ問題っていうのが結構人類の化石の発見っていうのって結構ね、あの他と違ってまあまあめんどくさいところが、他の動物に比べて偽物とかがね結構よく出てくるの。偽の化石っていうのをあえて作って、これが一番古い人類の化石なんだっていうふうに言ったりとか、まああとどうしよう間違いやすいとかもあったりとかするのかもしれないんだけどね。そういうなんか大混乱の時代っていうのが実はあのあったんだけども、まあ、今は一応その258万年前にしようというふうになって、まあここからは一応動かないというふうなあの感じになってるので。生態系がガラッて変わったらやっぱ第5期になるのかな。まあガラッて変わるようなことがあったら確かに後々変えていくのかもしれないけど、正直第4期って言ってるこの時代はさ、すごい短いのよ。260万年しかないわけ。他のさ、新第3期と過去第3期っていうのは3000万年とかさ、2000万年っていうこうスケール感で存在してるんだけど、第4期だけちょっと特別扱いをしてここに入ってるんだけど、人間をそんなに特別視しなければ正直そんなに分けなくてもいいのかなっていう風なのはある。まあまあでもしょうがない、あの研究してるのはまあ人間だからね。はい、というわけでバーン、うん、バーン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 、ようやく戻ってきて人類の進化にようというところなんだけど、うん、新生代っていうのをなんかこうずらっと見てみたわけなんだけど、大体こんな感じの、あの新生代の流れっていうのがあって、一番最後のあたりで、まあ、人類が出てくるよというふうな感じになってくるわけです、うん、700万年前に、まあ、初期エンジンって言われるあのサヘラントロプスっていうのが出てくるんだけど、まあ、これはまだ第3期あたりなんだよね。アウストラロピテクス、ここら辺もまだ新第3期のおそらくは、まあ終わり頃かなっていう風な感じのところなんだよね。ホモエレクトゥスっていうのが出てきて、だいたい第4期にこう入るんだなっていう風な感じです。なのでだいたいこのねホモ族の人類っていうのがこう出てくると、まあ第4期が始まっていくみたいな感じなんだよね。というわけでまあ改めてじゃあネアンデルタール人群っていうのはどこなのかっていう風に見ていくと、35万年前から 2.5 万年前という風にここにはなってるんだけど、ここはまあ諸説あります。というわけでネアンデルタール人なんですけれども、今まで見てきたのからもわかるように、まあ割とかなりホモサピエンスにも近いところまで来ている人類の一種っていうイメージ感でいいのかなというふうに思います。これはネアンデルタール本物の、うん、あそうだね、フランスで見つかっているネアンデルタール人の埋葬された現場なんだけれども、このさなんか埋葬されてるやつって周りに花の花粉とかがいろいろ検出されたから、お花を供えられてたんじゃないかみたいな考え方とかもあるんだけど、まあこれはちょっといろいろ諸説あるようです。でもね、調べてみると本当にそのネアンデルタール人って結構高度ないろいろ道具を使った技術っていうのを持ってて、あまあほとんどホモサピエンスと変わらないんだなっていう風なイメージ感でした。皮を舐めすみたいな感じの技術であったりとか、石器を使ったりみたいなものっていうのはもう完璧にやっているっていうイメージ感だね。頭の骨とかを比べてみるとこんな感じになってます。多少やっぱ間違うかなーっていうのはありますね。脳の容量っていうところでそこまで差はないのかなーっていう風な感じはありますね。体格みたいな感じのところがここで出てるんだけど、まあ、体格もまあそこまで変わんないね。ネアンデルタール人の男性とかで160とか165ぐらいで、まあ女性はもうちょっと低くてみたいに言ってるんだけど、まあもうでもだいぶ体格差もそこまではないのかなと。でこれ最後になるんですけれども、よいしょ、ネアンデルタール人の発見場所、わーい、見てよ、いっぱいあるんだ、これいっぱいいるね、いっぱいおるよネアンデルタール、うん、まあとはいえあの実はそんなに人口自体は多くなかったんじゃないかみたいな話がされてるんだけど、まあこんだけいっぱい化石というか遺骸が見つかるっていうことは、うん、まあまあやっぱり結構広く分布していたっていうので間違いないのかなっていう風な感じですよね。まあ本当にヨーロッパにあのいろんなところで見つかってるんだなっていうのがここからもわかると思います。ちなみにネアンデルタールっていうのは一体どこから来てるかっていうと、発見地であるドイツのネアンデル谷、あのこれがタールあの言うそうで、ネアンデルの谷から見つかった人だからネアンデルタール人なんだそうでございます。というわけで今回はネアンデルタール人について解説させていただきました。ネアンデルタール人の歴史を知ることは私たちのルーツを知ることでもあります。今後の研究も楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。